どうも、生物観察の鬼でーす。先日私、スズメバチにコーヒーの匂いを嗅がせる実験をしましたけれども、まあやばかったですね。詳しくは動画を見てもらいたいんですけれども、異様にね、コーヒーに執着しました、スズメバチ。やばかったですね。で、あのスズメバチ、あの後しばらくピンピンしてたんですけれども、どうもね、働きバチで寿命が来たのか、お亡くなりになってしまったんですよね。で、そのお亡くなりになった後がね、めちゃくちゃやばいことになってます。というか、お亡くなりになったのは今日気づいたんですけれども、今日気づいた時にね、ものすごいことになってました。多分動画のタイトルとかサムネで分かってると思いますけど、まあなかなかエグいんで、実際ね、動画で映像として見るとさらにエグいんで、皆さん本当に覚悟いいですか？今からお見せしますけれども、本当に覚悟いいですか？見てて気分が悪くなったとか、そういう苦情は一切受け付けませんからね。もうサムネとかタイトルで察してくださいっていう感じなので、もういいですよね。それじゃあいきますよ。3、2、1、はい、ドン。これなんですけどね。この子なんですけどね。ちょっとわかるかな？わかりにくいよね。これ、ズームしますね。チュン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 。皆さんこれがどういう状態になってるかわかりますか？これちょっとね、光を光量を下げてみましょう。ほら見てください。スズメバチの体の表面とかスズメバチの周りでなんか動いてるんですよ。白いのが動いてるんですけれども、この白い物体なんだと思いますか？この白い生物、これはね、ウジです。なぜか知りませんけど、大量のウジが湧いたんですよ。少なくとも一昨日の時点では生きてたんですよ。一昨日はピンピンしてまして。それで、今日見たら、死んでて、なんかウジが大量に、早くも大量に湧いてました。どんだけ長く見積もっても1日半ぐらいしか経ってないはずなんですけどね、死後。それでこの状態ですよ。やばくないですか？なぜかね、ウジが大量に湧いてます。こんなの初めてですね。スズメバチ今までたくさん飼ってましたけれども、こんなにね、スズメバチにウジが湧いたの初めてです。これやばくないですか？だって、ね、夏場とかならわかるけどさ、今もう11月ですよ。11月で、部屋の気温、まあ、室温がね、20度ぐらいなんで、まあ、暖かいっちゃ暖かいんですけど、11月でこれはえぐないですか？この下多分めっちゃウジおるんちゃう。ちょっと待って、この、ゼリーどかすね。ゼリーとティッシュ取るね。ちょっと、みんないいかな、本当にこれ。あ、もうすでに大量に映っとるね。あ、やばいね。すでに大量に映っとるけども、この下とかめっちゃやばいんちゃう。ちょっとひっくり返してみようか。ひっくり返してみようか、これ。いくよ。やばい、ほら。めっちゃたかられとる。わかる？これ。ほら。めっちゃウジがたかっとる。うわーうわーあ、親のハエが来てますね。あのハエが卵を産んだ犯人でしょうか？ショウジョウバエではなさそうですね、あの感じ。ショウジョウバエじゃないんじゃない？何バエでしょうか？ちょっと私ね、ハエは全くわかんないんですけれども、ハエが湧いてますね。おそらくあのハエが卵を産みつけて、そしてわずか1日半程度の間にこんなにウジが孵化して大量発生したんでしょう。これやばくないですか？多分ね、これ昆虫ゼリーから湧いたと思うんですよ、元はね。これ、スズメバチの餌に使ってたプロゼリーなんですけれどもね。よく見たら、このプロゼリーにウジ湧いてるんですよ。わかりますかね？ほら、ちょっとほら、ウジがうごめいてるのわかります？ゼリーの殻の壁面を。そしてゼリーの上もね、よく見ると、ウジがいっぱい湧いてるんですよ。おそらく発生源はこれだと思います。この、ゼリーによくコバエが卵を産むんですけれどもね。それで、まあね、ちょくちょくコバエ駆除してるんですけれども、そのゼリーに湧いたウジが、スズメバチに乗り移ってしまったんですね。多分ね、ウジに殺されたというよりかは、なんかね、弱って死んでしまった後にウジが大量についたっていう感じですかね。スズメバチがプロゼリーを舐めてる時に、
プロゼリーについてたハエの卵とかウジがスズメバチの体に付着していたんでしょうね。それでスズメバチが死んでしまって、さらにねそのスズメバチの体にもハエが卵を産みつけてしまってこんな状態になってしまっているのではないでしょうか。そして裏側に隠れる習性があるようですね、ウジは。ほら、うわー、見て見て、えぐえぐえぐ、ほらめっちゃウジ溜まっとる。えぐ、いやー、残酷。これちょっと食事中の方ごめんなさいね。これは閲覧注意つけようかな。いや、でもこれサムネにしたらさ、もう閲覧注意なの分かるよね。それで分かって見とるんやから、もうそんな見た人の自己責任ですよね、正直。ね、このサムネで分かるやんって。そういう話ですよね。